ここは大地の記憶をもとに具現化した記憶の世界。早速ペルセウスのかけらを探しましょう。完全に包囲されちまったか。ここは俺たちで守り抜くしかない。拙者が参ろう。うなれ天狗。お先の袋の状況に立ち向かう。そんなこと前にもあった気がするんだよな。俺たちはかけがえのない仲間だ。私が行こう。なぜかそう確信できる。戦うぞ。力を合わせて乗り切るぞ。共に勝利を。この戦力差、勝敗は火を見るよりも明らかだ。それでもまだ諦めないつもりかな。まともにぶつかったとか結構ない。でもそこをどうにかするのが軍師のお仕事ってね。まずは味方の増援を呼び込まないと。そこでお願い、敵の包囲に穴を開けてくれないかな。頼んだぞ。艦砲と情報が近くまで来ているはずだ。援軍到着まで我らは城を守り抜く。用意を待ち、援軍を呼び込む。艦部が考えそうなことだ。前進あるのみ。艦兵殿の目はごまかせないか。ここは退場してもらうしかないな。戦うぞ。その程度ではなかろう。ペルセウスの気配まだ見つからないわ。みんなもう少し頑張って。包囲を崩すことにかまけ城の防御を怠る。ファンベル軽らしくもない。行くぞ。またもや敵の増援か。来るぞ。いや耐えろ。全身あんのみ。よくやってくれた。あとは援軍の到着を待つだけだな。無駄にあがいても疲れるだけだ。一息に潰してやる。ならばこの小指揮に任せておけ。追い詰めた敵にとどめを刺す。悪くない役回りだ。ダゴは今度は北から敵の増援。少しは休ませてほしいんだけどな。よりによってあいつらか。援軍到着まで持つかどうか。さすがに息が切れてきたぜ。だが援軍が来るまでどうにか耐えねえとな。艦砲と長砲の到着まで命に変えても城は守る。今日の俺めちゃくちゃ働いてるよね。援軍が来たら一休みさせてもらおうっと。ペルセウス、あの子はどこにいるのかしら。この城を落とすと体勢は決する。容赦はせんぞ。ダメだわ、あの子の気配が見つからない。もう少し戦いの記憶をたどってみないと。攻め手を緩めるわけにはいかない。私の指揮にも働いてもらう。さらに畳みかけてくるとは。だが諦めん。諦めるものか。ここの戦場、俺が天孫に飲み込んでやる。行くぞ。なかなか、あよ、最高だ。俺だからお前と一緒は面白い。出番だ。ゼウスを倒したら余計に無理なことに。過去に戻ってやり直したいぜ。冗談はいいから戦って。そんなことできるわけない、間に合ったようだな。城を攻める敵を撃て。城内の仲間を救うぞ。共に戦うぞ。
心強い援軍だ。どうしよう、んじまった。これはペルセウスの気配、間違いないわ。向こうにはアテナ殿が来たようだな。だが勢いづかせるわけにはいかない。いよいよ総攻撃か。数ではまだこっちが不利なのに、多方面から押し寄せるか。皆耐えよ、耐え抜けば勝機はある。アテナさんのおかげで助かった。ここは素直に感謝しとかないとね。しかし私だけで状況を覆すのは難しい。そのよければ共に力を合わせよう。ペルセウスの気配に近い。幻が襲ってくるかもしれないわ。気をつけて。よかった、あの子のかけらがまた一つ集まったわね。あとは勝利を目指すのみね。かけらを持ち帰るためにもう一頑張るよ。行くぞ。さすがですな。我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。無事だろうか。これより私たちも参戦する。大丈夫か、今助けるぞ。大事な仲間を奪われなくて本当によかった。さあこれからは復讐の時間よ。来てくれるとは思わなかった。皆を守ってくれてありがとな。残念ながら私にそこまでの力はない。どこまで役に立つかわからねば、共に戦わせてくれ。やれやれ、待ちくたびれたぜ。しかし、どうやって合流する？ここは思い切って撃って出よう。それぞれ敵の対象を目指して、突撃！共に戦うぞ。私たちはあの敵に当たれば。全身安のみ。艦安徳。参る。我らも攻めるぞ。続け。敵は勢いを取り戻したか。来い弁慶、現人者の気概見せてやるぞ。もっと待ってくれ義経様。アテナ殿の突入で敵の包囲が緩んだ。私たちが合流できたのは彼女がいたからだ。アテナ殿こそ美しき勝利の女神かもしれない。美しき恥ずかしくねえのか。感性と運命、来年はこれだから。俺が寝てられるよう頑張ってくれて。って違う、優雅に押されているだと。相手が誰であろうとひるまぬ。神を打ち、胸を上げてみせる。潔いな、人間とは実に面白いものだ。全身あるのみ。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。敵のお出ましか。戦うぞ。敵将打ち取ったり。そういう姿は心が震えます。強さの力、私も恩恵を受けたいものです。天の助け、これならもうしばらく耐えられそうだ。あなたが我が武器の対象だ。容赦はいらないな。ここで助力を得られるとは。その疑心に応え、そう奮起せねば。
してみせるとは。ここは素直に感心しておこう。うまくいったみたいね。みんなお疲れ様。やったじゃねえか。